協議会の趣旨、あるいは協議会で検討すべき内容などを踏まえて、改めて沿線市と協議をして対応を検討しているところです。 JR 西日本は3日、芸備線の中で利用が低迷している備中高次郎備後庄原間について再構築協議会の設置を国に要請しました。協議会が設置されれば、国が関わりながら3年を目安に鉄道の維持かバスなどに転換かといった方針を打ち出すことになります。湯崎知事は協議会では広域的な観点から沿線の活性化を含んだ幅広い議論がなされるべきという考えを示しました。まあ、芸備線はその庄原だけでもないので、まあ、実際にですね、その通勤通学通院っていうのをこの全体の中で行われていますから、あるいはその観光利用だと広島駅から誘客していくっていうようなことにもなるので、そういう広い視点で考えていく必要があるのかなと。中国運輸局は来月2日を期限に協議会への参加の意向を尋ねる文書を広島、岡山両県や庄原市など関係自治体に送っています。